こんにちは。シュワーズ佐野さんのアシスタントを務めている松井です。今日は、月に10万円稼ぎたい人必見、メルカリで確実に稼ぐ5つの方法とは、のお話をしたいと思います。メルカリセドリは攻略しています。シュワーズ佐野です。家にいても稼げる方法ないかな？メルカリで稼ぐことってできるの？メルカリで稼ぐ方法が知りたい。このページを開いてくれたあなたは、こういった疑問を抱いているはず。メルカリなら気軽に始められるし、稼げる方法があるなら知りたいですよね。メルカリといえば、フリマのイメージが強く、不用品を販売するくらいしか思いつかない、なんて人も多いでしょう。せっかくメルカリの使い方も知っていて、頻繁に利用しているのに、メルカリでの稼ぎ方を知らずにいるのは、非常にもったいないですよ。実はメルカリは不用品販売だけでなく、副業として活用して大きく稼いでいる人も多くいるのです。佐野もメルカリを利用して大きく稼いでいました。そこでこの記事では、佐野がメルカリ販売で身につけたノウハウの中から、メルカリで稼ぐためにするべきこと、メルカリで売れる商品、メルカリで稼ぐための5つのコツを紹介していきます。普段からメルカリを利用しているあなたも、メルカリ販売に挑戦したいあなたも、いざ始めたら思ったように売れなかったなんてことにならないために、しっかり学んでくださいね。メルカリで稼ぐには、具体的に何をしたらいいのか。何かを始めるときは、具体的な目標と何のためにやるのかを明確にしておいた方が、この先のスピードが大きく変わります。なので、具体的な稼ぎ方を知る前に、メルカリで月いくら稼ぎたいのか、メルカリで稼いでどうしたいのか、この2つを明確にしておきましょう。メルカリで月いくら稼ぎたいのか。佐野は、この記事で紹介するメルカリを使った稼ぎ方を応用して、あなたに月10万円稼いでほしいと思っています。なので、今回は月10万円を目標として設定することにしましょう。具体的な目標が決まったら、それを達成するためにはどうしたらいいかを自然と考えて行動するようになります。月10万円稼ごうと思ったら、1ヶ月を30日として、1日に最低でも3400円は利益を得ないといけません。3400円の利益を得るためには、1つで3400円分の利益が得られる商品なら、毎日たった1つ売ればいいのです。こう考えると、私にもできるかもと、ちょっとは前向きになりませんか？あらかじめ目標を決めておくと、1700円以上利益が出る商品なら2つ、1200円以上利益が出る商品なら3つ、といったように逆算して考えられるので、具体的にどう行動すればいいのか、明確にわかるようになります。何も決めずに始めると、何をしたらいいの？と迷子になり、結局何も行動できないなんてことになりかねないので、まず先に具体的な目標を決めてください。メルカリで稼いでどうしたいのか。うまくいかない人の多くは、お金を稼ぐことを目的としています。しかし、最終的にどうしたいのかというのが目的なので、お金を稼ぐことを目的とすると、稼いだその先を考えられずに、モチベーションが続かないのです。というのも、お金というのは何かを得るための手段でしかないので、目的にしてはいけません。次、10万円稼いでどうしたいのかを明確に決めておきましょう。例えば、毎月10万円を貯めてマイホームの頭金にしたい。車の購入資金にしたい。子供の教育資金を貯めたい。老後の生活費の足しにしたい。貯めたお金で日本一周旅行に行きたい。といったようなイメージです。このように目的を決めておくと、その目的を達成しようと継続的に頑張ることができます。目標と目的がしっかり決まったら、早速それを実現するためにメルカリで稼ぐ方法を紹介していきます。どんな商品が売れるのか。実は、売れているカテゴリーランキングをメルカリの公式さんが発表しています。
1位、レディース。レディースカテゴリーは、季節によって売れるものに変動があるため、具体的にこれが売れるというのは断言できませんが、安定して売れるカテゴリーです。2位、エンタメ、ゲーム、おもちゃ、本。ゲームソフト、ゲーム機本体、レゴブロック、トレーディングカード。3位、メンズ。メンズの商品もレディースと同じく、季節により売れるものが変動します。4位、その他。農家さんの果物や野菜、コストコ用品、日用品。5位、家電、スマホ、カメラ。アップル製品、カメラ、季節家電。6位、コスメ美容。シャネルの香水、キャンメイクアイシャドウ、アネッサ日焼け止め。7位、スポーツ、レジャー。スポーツ用品、ユニフォーム、シューズ、ジャージ、スポーツ用シャツ。8位、ベビーキッズ。ベビーカー、ベビーベッド、抱っこ紐、洋服まとめ売り。このような順位になっています。メルカリで販売体験をするには、この上位8つのジャンルを攻めれば間違いありません。佐野が思うに、これはあくまでも不用品販売としての売れてるランキングであって、稼ぐためのランキングではないと感じています。メルカリで効率よく稼ぐための5つの方法とは？では、メルカリで稼ぐための商品選びや、効率よく稼ぐための方法をご紹介します。1、売れるキーワードから稼げる商品をリサーチ。売れるキーワードは以下の通りです。定価、昭和、限定、再入荷。それぞれなぜこのワードなのか説明していきます。定価。メルカリで定価と検索すると、もともとの定価はこのくらいだったけど、ここまで安くして販売しているよ、といった商品がたくさん出てきます。ということは、逆にその商品がまだ販売中の商品で、Amazon にて定価で売れてる商品だとしたら、それを仕入れて Amazon で転売できるということになりますよね。もちろん新品に限りますが、中古でも Amazon での需要があれば転売することは可能です。昭和、昭和で検索すると、レトロ系の今はもう売ってないようなものが出てきます。もう新たに買うことはできないので、高値がつきやすいのが特徴です。限定。限定の中にも種類があり、初回限定、期間限定、数量限定といったようなワードがあります。限定がついているものは、販売個数や期間が限られているため、その時にしか買えず、買い逃してしまった人も多くいます。そのため、多少高い値段でも欲しい人はいるので、プレミアム価格になりやすく、利益が見込める商品が多いです。再入荷。再入荷と検索して出てくる商品は人気商品ということがわかります。さらに、再入荷というくらいなので、どこかから仕入れてる可能性が高いです。その仕入れ先がわかれば、あなたも同じ商品を扱って販売できそうですよね。その調べ方は、稼ぐ方法5で紹介します。2、3000円までの価格帯の小物を扱う。メルカリはあくまでもフリーマーケットなので、定期的に売り続けるとなると、高価なものよりも3000円までのものが売れやすい傾向にあります。というのも、売上金を利用して購入する方も多く、3000円の間であれば気軽に購入しやすいのです。また、メルカリの利用者は若年層が一番多いので、そこを狙えるのもポイント。3000円までの商品で利益を考えると、扱える商品は以下のような小物が最適です。スマホケース、ポーチ、サングラス、定期入れ、財布。では、こういった商品を
どこから仕入れるのかというと、それはメルカリが教えてくれます。メルカリにてカテゴリーをレディースの小物に絞り、売り切れの商品を見ていきます。その中に他のサイトから借りてきた画像を商品画像として載せている商品がたくさんあるので、それをそのまま画像検索するのです。するとメルカリ以外で販売しているサイトがヒットします。そのサイトの中からメルカリでの販売価格を考えて利益が出そうなところを探して仕入れるのです。3. オリジナル商品を作る。デザインが好きなあなたはオリジナル商品を販売するのがおすすめです。以下はオリジナル商品が作れるサイトなのでチェックしてみてください。クラブティー。ピクシブファクトリー。4. ハンドメイド商品を売る。ハンドメイドが得意なあなたはハンドメイド作品を販売するのがおすすめ。全然得意じゃない方でもダイソーで集めた DIY アイテムをおしゃれに飾り付けるだけで1000円からで販売できます。元手が少ない主婦や高校生でも手軽に稼げそうね。5. 卸売サイトから商品を仕入れる。先ほどの再入荷のワードでちょっと触れましたが、仕入れ先の探し方をご紹介いたします。メルカリをアプリではなくパソコン画面から開いてください。そこで再入荷で検索します。出てきた商品の中から他のサイトと商品画像を使っている商品を選び、画像検索をかけます。3000円までの小物と同じやり方だね。画像検索をかけるとメルカリとの差額がある仕入れサイトがいくつか出てくるので、その中から商品を仕入れてメルカリで販売していきます。以上、メルカリで月10万円稼ぐ方法を5つご紹介いたしました。しっかり取り組めば月10万円稼ぐのも夢ではない方法なので、興味のある方法でやってみてくださいね。メルカリで稼ぐには外注化が必要か？月10万円を目標としているうちは今のところ不要ですが、今後毎月50万円以上売り上げたいなら、自分がやらなくても務まることは積極的に外注していきましょう。外注する際にはクラウドワークスやランサーズといったクラウドソーシングを活用するのがおすすめです。基本的に物販系で稼ぐとなるとタスク作業が多くなるので、外注しやすい仕事はたくさんあります。自分にしかできないことだけ自分で行い、効率よく収益アップを目指していきましょう。まとめ。メルカリで月10万円以上稼ぐ方法をご紹介しました。メルカリで月10万円以上稼ぐためには、希少性が高く利益率の良い商品を扱う、オリジナル商品を作る、自分だけのハンドメイド作品を販売するといったように、メルカリ販売をビジネスとして捉えられるような方法を試していくのが近道です。月10万円を超えて安定して大きく稼げるようになれば、そこから外注していくことで収益アップがさらに加速していきます。佐野もそのようにして月7桁8桁とどんどん上に上がれるようになったので、あなたも月10万円と言わずどんどんステップアップしていきましょう。他にもメルカリで稼ぐ方法についてご紹介している記事がありますので、さらに稼ぎたいあなたは合わせて読んでみてください。メルカリはただのフリマアプリではなく、大きな可能性が詰まったサービスなので、ぜひ活用して楽しく稼ぎましょう。今日は以上です。またさらに詳しい情報をシュアーズ佐野の公式 LINE アット限定で配信しています。LINE にご登録していただいた方には、今だけ期間限定で無料で儲かるお宝商品リスト20選をプレゼントしています。ぜひ LINE にご登録してくださいね。本日はご視聴していただきありがとうございました。